さあチャンスを迎えている鳥取、中に面白いボール、ゴールキーパー跳ね返していくが決まった。高くなっています。さあ大久保右足キーパー取って決まった。滑らせた橋本との1対1、外に回るは長島、長島に預けて中の大久保、決まった。立ちはだかるは徳重健太、大久保決めました。再三のシュートがありました。さあ繋いでいく、崩した、クロス入った。